スこんにちは、最近肩を強化中ですが、この肩のトレーニング、ダンベルを使って簡単にできるおすすめの僕のオリジナル種目をご紹介したいと思います。その名もスクエアレイズ、三角筋のチューブ、そして全部、そして若干リアの方にも効きます。これをご紹介したいと思います。はい、使用するダンベルですが、自分の、サイドレイズ、横へダンベルを上げる種目の、マックスの3分の1ぐらいの重さでやるといいと思います。僕だったらこれ大体4キロぐらいあります。これを使いたいと思います。まず膝立ちです。膝立ちになって、しっかり踏ん張れるようにつま先は立てておいてください。その状態からまず正面に上げます。高さは肩の高さぐらい。そこからひねって横へ、そこから下へ、気をつけの状態。この下ろす時も脱力してボトッと落ちないように自分の力で下ろします。そしてそこから逆に上げて、このまま正面まで持ってきて正面で下ろします。この下ろす時もボトッとならないようにします。ここまでで1です。上げて横、気をつけ、横、正面、戻します。間でひねるのはこの時だけです。あとは戻して、このまま戻して戻します。これの動きのポイントですが、ダンベルを上げるとき膝立ちになっているので反動は使いにくいんですが、ここから正面に上げるときは重心を気持ち後ろへかけながら上げます。そして握りとしては小指の方意識的に握ってください。小指の方を意識しながら若干重心を後ろへ、そして横へ来た時に重心を真ん中へ戻して気をつけに戻ります。横へ上げるときはそのまま上げますが、やや小指の方が高めの方が、三角筋の方は意識しやすいと思います。そして横から前に持ってくるときもやや重心を後ろへかけてあげると肩の方にテンションを感じやすいと思います。そして一番大事なポイントは反動で上げない、スピードをつけないというところです。例えば2秒ぐらいで上げれば2秒で横、2秒で下ろして、2秒で上げて2秒で前っていう風にスピードは一定で動かした方が肩の方に負荷がかかりやすいと思います。はい、回数はもちろん自分が効くまでやるのが一番です。しんどくなってから2、3回頑張れるぐらいやってみるといいと思います。ぜひダンベルがある方はお家でチャレンジしてみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。